えー、それでは委員会をを再開いいたしまますす、えー、休憩前に引き続き続質疑を行います、えー、加藤委員の方からあ京都アクアリーナについて一般質問を行っていただきます加藤委員どうぞ、はいえーまあ、今年この委員会でスポーツということで、まあ、京都市の中で一番大きいスポーツ施設といえば、まあ多分西京区のアクアリーナになるんじゃないかなと思うんですけども まあかなり立派な施設で、まあ、私もえだから十何年前なんで当時、学生の頃はすごいのできていくなって見てたんですけどが、えー、それが作った当初、まあ、どういう考え方を持って作られたかっていうのと、えー、まあ予算的にどれぐらいの費用がかかったかっていうのをまず確認でお伺いいいしたいと思います松田市長、どうぞ。 はいえー、アクアリーナにつきましては、あのご指摘のように、えー、平成14年の7月、開所というような形で今、運営をさせていただいてございます。えーまあ、かわってあの,西京国の、えー 運動公園にはプールがございまましたまた京都市内にもスケート場等もあったというような状況でございますがそういった機能を作るというような形でアクアリーナが整備されたような状況でございます。経費につきましては えまあ総事業費まあ、土地の取得というような部分もございましてまあ、350億円というような形の数字でなってございます、えー、施設の建設費につきましては、えー、約170億円というようなあの施設整備費になっているような状況でございます加藤委員まあ非常にまあお金もかけてすごいまあ外観的にもすごい立派な施設でガラスも多く使っているということなんですけども まあ、今現在、多分ランニングコストが非常に多くかかっていると思うんですけれども、あのー、ス,ポスポーツ施設の、えー、維持とか管理にかかる京都市全体の予算のうちどれぐらいだいたい占めているもんなんでしょうか松田市長あの、まあ、アクアリーナの部分につきましては、えー、今、アクアリーナと山陰、えー、公園 がセットになりまして、えー、指定管理者とといいいいうことで、えー、運営を、まああのー、させててただいてございます、えー、指定管理料につきましては、まあ、7830万円というのが、まあ、年間の、えー、経費になってございます、えーまあ、西京極の陸上競技場または野球場そういった部分が、まあ、1億4600万円ぐらいの指定管理料がございまして、まあ、2番目に、えー、指定管理料とすれば、えー、高い施設になってございまして あとそれ以外にまああの年度によってもだいぶ異なりますので施設の次回収費とかそういった部分が毎年一定の部分あのいろいろな部分で掛けさせていただいているようなところでございます。加藤委員、まあ年度によってそのどこに手入れるかっていうので変わってくると思うんですけども、まあ相当施設として大規模なんでまあ十数年経ってきてこれから。 徐々に施設の、えーまあ、維持更新ということで、まあ、かなりいろんなものに更新料がかかっていくと思うんですけどもそこら辺は見通しは立ってますでしょうか松田市長あのご指摘のように、まあ、平成14年からまあもう今、十数年経過をしてございます、えー、加えまして当該施設についてはまあ水を使ったりとか、えー、まあプールの関係で言えばろ過装置 またスケート場についてもあのやはり機械によって、まあ、氷を作って製氷をするというような、まあ、特殊な施設になってございます。 まあそういった設備減の部分についてもまあ老朽化に伴う設備改修というのが必要になってございまして、我々の方もその部分をきちっと運営するために、予算要求も含めて今、取り組んでいるところでございますが、やはりまああの全体の改修費、多く単位の経費という部分も今後かかってくるような状況でございます。加藤委員、まあ、しょしょ今 まあ年間で億単位の維持費も将来的にかかってくる見込みがあるという話なんですけども、まあ、建設当時はまあそこまで考えてはったかどうかわからないんですけど正直、今財政的に厳しい中で正直な話、まあ、予算的に厳しいなというのはどう考えておられるでしょうか。まずは市長 あのまあ市内でえープール、京都市のプールといえば、ああここだけでございますし、スケート場についてもまあ京都市内で今、唯一というような状況でございますので、やはりこの運営というのはきちっとしていかなければならないところでございます、当然経費という部分はかかりますけれど、我々スポーツ振興の立場からは、そのえ施設の目的をきちっと達成するために、その予算の確保も含めて、頑張ってまいりたいというふうに考えてございます。加藤委員 まああの正直予算的に厳しいかどうかっていうところは答えにくいところもあるのかもしれないですけどもえまあ何が言いたいかっていうとすごい立派な施設は作ってもらうのは全然嬉しいんですけどもスポーツやってる側としてもその将来的なランニングコストがどこまでかかるんかっていうのを今後まあアクアリーナはまあもうあるもんなんでどう維持管理していくかを考えていくしかないと思うんですけども今後いろんな施設改修とか まあ新しく新規で施設何か作るっていう時もちろんスポーツ以外でもそうなんですけどもいいものを作って終わりじゃなくてその先にきっちりランニングしていかないと将来的に10年20年と設備更新もありますしその時どんだけ費用がかかるかとかそういうこともしっかり考えていただきたいと思いますし初めっから立派な施設を作る必要は必ずしもなくてその設計の段階である程度将来的に必要になったときに拡張性を持たせられるような 設計を考えて必要になれば拡張するということも考えていけばいいということがあるのでそういったことも含めて今後、しっかり、えーまあ、スポーツ施設の整備はもちろんですが文化芸術施設もそういった面で将来的にどれだけコストがかかるのかっていうのをしっかりと見通していただきたいんですがそこら辺についていかがでしょうか。松橋市長。 あのまあ、今先生ご指摘のとおりでございまして、えーまあ、アクアリーナ課題な,なデザイン重視の施設にもなってございます、えー、当然運営維持管理コストという部分はかかってくるところでございますが今私どもの方といたしましても中長期の整備計画を検討しながらアクアリーナの部分には対して考えてございますし、まあ、当然他の施設も同様な部分で中長期の,あの、まあ、に設備等の維持管理コストをまあ算出するような部分の検討を今始めて そういった中で、まあ、ランニングコスト、えー、また新たな整備とか、えー、そういった部分につきましても、えー、十分に、えー、コストの部分とか、まあ、当然あの、利用者の方々に喜んでいただく施設運営というのが、えー、第一ギアと考えてございますけれど、そういった部分の観点の中で、えー、対応をさせていただきたいというふうに考えてございます。加藤委員ああの大切なな税金なんで、まあ 作った以上は管理しなければいけないですしできるだけ最高の状態で市民の皆さんに使っていただくっていう必要があると思いますのでこの施設にはどこ,までどこにお金をかけていいのかっていうのを今後しっかり考えてその中で改めてあの検討されているというお話もありますのでそこら辺も非常に大事なところなのでスポーツ施設正直デザインとかは、まあ、ほんまに二の次で、まあ、使う人が使いやすい。 で維持管理しやすいっていうのがまず大事だと思いますのでそこら辺をしっかりと重点において将来もずっと長いこと大事に大事に安心して楽しく使っていただけるスポーツ施設の整備をしていただきたいと思います最後にそこら辺の考えをお聞かせいただいて終わりたいと思います。松田市長 はい、あのまあ、もうご指摘のとおりでございます、あのまあ、ただし今現在、いろいろなバリアフリーの対応とか、また安全の確保っていう部分はまあ大きな項目やというふうに思ってございます、そういった部分を含めて、あのまあ、コストパフォーマンスを考えながらということと、それと施設の目的も十分に踏まえた上えで、両面から考えたまあ整備とか、維持管理という部分に努めてまいりたいというふうに考えてございます。はい。 それではこの権利関連して他に委員の方ございませんかないですかなければあの次の一般質問に移ります続き続きましては森田委員による文化会館の設置について質問していただきます森田委員どうぞお願いします。 えっと、文化庁が京都に移転するにあたってあの各行政区に文化会館があった方がいいんじゃないかなと思いましてあの質問させていただきますあの私ね、ま、あの前あの舞台であの女優やってたんでいろんなところ会館回ってきたんですけど京都で言うたらあの京都会館もあのよく、ね、今の,あのロームシアターよく使わせてもらっててエンゼルホールとかこれだ 文化会館とかよく使わせてもらっててあの文化芸術会館とかねよく使ってたんですけどあの京都市の中でたくさんあ,のあるのかなどういうふうにあの京都市の,あの文化会館って食うごとにどういう感じであるのかちょっとお聞かせ、はいえー、北村担当局長どうぞ。 はい、あの先生から文化庁移転推進のお立場からあの文化会館の整備についてご質問いただきました、あの空ごとにというお尋ねですがあの、私ども空ごとにということの考えではなくてです、ねあの、京都市内、いわゆる中心部にはたくさんあの、国、市、府、また民間のいろんな部隊等々ございますので、あの周辺地域にも、えっと、そういった施設が必要であろうと。 いうことで、現在、あの、五つの、地域文化会館ございます。あの、周辺地域、あの、各国一つという意味ではなくて、周辺地域を、えー。一定の地理的な条件から区分をしまして。東部、西、呉竹、北、ええ、それから右京という五つの文化会館を整備して、現在運営しているところでございます。森田委員。あの、南区で、あの、いろんなところでね、あの。 文化フォーラムとか PTA コーラス交換会とかでねあのそういう会館とか使いたいような行事がたくさんあるんですけど PTA のコーラス交換会なんかやったらテルサであったりねあの文化フォーラムやったらあのヘルスピアのホール使ったりとかするんですけどあの本当にね控え室とかあの音響の問題でねあの やっぱり使いいにくい私はやっぱり全国の舞台を回ってきたものの感覚でやっぱり他の会館と比べてあのこの会館は使いにくいのであの南区でもあのそういう文化のねあのことで使える会館が欲しいなと思ってるんであのその点あのお願いしたいんで,であのそれとねあの先日南区のいろんな団体の代表の方があの 南警察署の跡地にね、どうするんやということでね、あの要望に来られたんです、そのにあに、あの昨今の京都市の公共の土地や建物が民間に売却や貸し出しされることが多いと心配していて、南区役所と保健センターの隣にあるね、この土地に対して、あの活用方法としてね、住民の声をなるべく聞き入れてほしいという、そういう要望があったんです。 であの、その要望として安価で誰もが利用できる文化施設子育てとかボランティアバザーとかあのそういうあの作品展ねとかあの体操などが上がっていました。あのまあ、京都市の,あの美術館とかもね、あの なんかね。またあの立て直すことでね。そういうのにも使えるような快感があったらいいんじゃないかなというのもありまして。あのこの跡地の活用方法。っていうのにね。あのその文化会館みたいなのがあればいいかなと思ってるんです。であの行政行財政の所管のあの、その跡地に関してね。行財政が所管やと聞いてるんですけど、各局に対してね。その使用。に ついてあの要望を聞くということをこの間聞いているんであので文化市民局として、ね、あの手を挙げてほしいなと思ってるんであのそれについるので北村担当局長。 はい、あの文化会館あの、市民の皆様の文化活動の場を、えー、保障するという意味で非常に大事かと思ってます。あの今、森田先生、まさにおっしゃったとおりあの、安価で誰もが身近に使えるという観点で、先ほど申し上げました、えー、周辺地域に5つの文化会館を、えー、設備しているということでございますのであの、先ほども話出てましたが、そういった既存施設のメンテナンス等々の問題も必要ですんで、あのこういった施設の、えー、運営をしっかりやっていくことがあの当面の課題であるというふうに考えております。 それからあの跡地のことはあの今先生おっしゃった通りですがちょっと今時点、私自身あの十分承知しておりませんのでまた行財政局からもえ情報をえ入手していくようにしています森田委員あのその警察署の跡地が、ね、ほんまに区役所と,あの、えっと保健センターの隣にある土地なんで、ね、あので当時さんのほんのにほんま ほんの南側ににある本当にいい土地なんで,すで、まあホテルとかにね活用されたら本当にどうしようっていう市民の,あのもう住民の方がね心配しておられる場所なんであの京都駅から歩いて杜さ山通ってそこの会館に来れるようなそういうあのいい立地のところなんで文化的なところでねあの京都市民だけじゃなくって観光客っていうかね大阪から 来られる人あの滋賀県から来られる人も京都の良さを見てもらってお芝居も見てもらってってあのいろんな、ね、あの行事、そこでやるんであればあのできるいい,本当にいい場所になってますのであのぜひ文化市民局であの活用できるようによろししくお願いします、はい、北村担当局長、どうぞ。 はい、あの先生がありました、この文化活動の場の確保、あるいは地域住民の皆さんの声をしっかり聞くこと、あのそれは十分受け止まっております、ただ、あの先ほど申し上げましたとおりえ、既存施設のメンテナンス等とございます、またそれ以外にも、えー、当面、文化庁の移転を控えまして、文化芸術政策の範囲だけでも、えー、行政需要、ますます増大をしておりますので、あの本州の厳しい財政状況の中、今直ちに新規の文化施設の、えー、建設、設置等を検討する状況にはないということはご承知いただきたいと思います。 よろしいですか,よろしいですか、えー、それではこの件に関連して、他の委員の方、えー、ご意見ございますか、ないですか、はい、それではあの続きましての一般質問を、伊坂委員の方から、二条城第三駐車場の住民説明会について質問していただきます。伊委員どうぞ 質問に入る前にあのただいまの森田委員の質問の冒頭で、ね、北村部長があの市長が答弁でねあの文化庁の移転推進の立場からの質問というのをおっしゃいましたけど正確には文化庁の移転をするのであれば文化施設を各行政区にしっかり作ってほしいという趣旨なんでね。 でそこはあの誤解のないようにしっかり聞いておいてくださいそれであの第三駐車場のおよび駐輪場の,あの近隣住民説明会なんですが、えー、と6月29日にあの業中京区の協業学区近隣住民を対象にした説明会というのが案内されましたよねでそれで,でその情報を上京区の人が入手をして で、フェイスブックにねで、こういう説明会があるよっていうふうに案内したところ、で京都市の担当の課長さんが、地元限定なので、上京区からの出席は遠慮してほしいというふうに、フェイスブックの発信者に電話をしたそうですね、まずこの事実を確認したいのと、で同様に、我が党議員の倉田議員が、ねえー、同様のね、あのー、 出席を求めたことに対してつまり議員も出席できないのかというふうに問い合わせしたのに対して、まあ、地元の了解が必要だとというふうに担当の課長さんがおっしゃったということこれも確認したいのとで、まあ、当日あの倉田議員が会場に行ったところその担当の課長さんが、ね、自治連の会長の許可がいると、まあ、こういうふうにおっしゃって、まあ、会長に。 意思をを、ね、確認する、まあ、行動を取られてやっぱり今日は地元住民だけだと会長さんが言っているのでというふうに答えられたそうですけどこの一連の事実はそうなんですがはい、土橋担当部長、はいあの。今言われた3つのことについてですね、すべて、えー、二条城の方でですね、あの口頭で。えー 対象の方に説明をそういうか、そういう説明をさせていただいたところでございます佐川委員そういうふうに説明をされたと、まあ、これがね、今日の質問の前提ですけど、でそしたらね、まあ、倉田議員が、ね、関心を持っている住民、まあ、それは中京区の協業学区近隣だけじゃなくて、二条城全体の、ね、交通問題、ね、あの バスの駐車場、駐輪場について関心を持っている市民、ね、誰もが参加できる説明会をしてほしいと、まあ、こういうふうに求めたところ、ね、土橋あ部長は、ね、これまでも説明してきたし議員に個別に必要はいつでもするけども説明会はしないと、まあ、こういうふうに、ね、おっしゃったということですよね。で結局ね、その改めて、ね、部長の認識を聞きたいんですけど、ねその 第一駐車場っていうのは要は東側ですよね東側空間整備とほんで第二駐車場は、ね、北西部北西部ですねで第三駐車場は今度は南側とでそれぞれバラバラの説明はね住民にするけどトータルで東側整備ということに伴って玉突き的に動く車と自転車バイクの駐輪場についての説明はね やっていないじゃないですか事実はどうですかやるつもりがあるのかどうなのかどうですか土橋担当部長あの交通環境についてですね、えー、まああの 具体的な説明というのはしただまあこれまでですねこの東側空間整備事業につきましてはですね平成27年の1月からパブリックコメントを実施してその計画を広く市民に周知してきましたしまたこの暮らし環境委員会の中でもですねそのパブリックコメントを実施するにあたってあるいは、えー、まあ その結果についても報告をさせていただいて、その事業計画につきましては説明をさせていただいたところです。それで、えーまあ、個別の地元への説明につきましてはですね、えー、やはり影響のあるところに、えー、地元に説明が必要であろうということで、第2駐車場につきましては、えーまあ、昨年、えーまあ、2回させていただきましたし、第3駐車場につきましても、近隣の住民の方を対象に選判させていただいたということでございます。佐川議員 部長はね、近隣住民に説明をすると、こういうのをおっしゃるわけですよね、あくまでもそうだと、私言ってるのはね、それにとどまらず、つまり、最も影響を受けるのはね、第三駐車場の建設、設置で、受けるのは、協業学区の皆さんですよ、南側東西にね、隣接してる。だけども、言ってるでしょ、第一の駐車場、第二の駐車場、第三の駐車場っていうのは、全部リンクしてるわけでしょ、だから、第三がね、 そういう事態になるにあたって、ね、例えばね私はこれをね是認してるわけじゃないけど第2駐車場のスペースの分をね第3の方に移したらどうだとバスをこういうふうに言ってる人もいるわけですよだったら第1第2第3のところがトータルしてねきちんと住民に市民に説明すべきじゃないんですかそういう認識はないんですか土橋担当部長 今回の計画ではです、ね、第2駐車場につきましては、バスの駐車場を当初20台設置するという計画でございました、第3駐車場は自家用車20台分ということでございまして、その計画全体につきましては、第2駐車場につきましては、見直しをしてバスを10台、第3駐車場につきましては、変更は特になしで、自動車を20台止めると。 いう駐車場で運営するということはすでに説明をしているところでございますしそこにバスの駐車場を作る予定はございません佐川委員今そのね是非を聞いてるわけじゃないんですよそういう意見がある場合にそれは協業学区の人だけじゃなくて二条城の整備全体に関心持ってる人がいるわけでしょでそういうい人たちに対してあなたは パブリックコメントをやったと、でその中身を返したと、だからもう説明会をしないっていうけど、そういう人たちの意見ね、例えば第三駐車場がね、じゃあ聞きますけど、第三駐車場っていう案が出たのは、いつの時点ですか土橋担当部長。 あのこれも先生、よくご存知かと思いますけれども、平成27年の1月にパブリックコメントを実施しておりますし、その先立つ1月20日の暮らし環境委員会でご説明させていただいてるんですけれども、第3駐車場に自動車20台止めるという案は当初からございました伊坂委員。で、それが第1の整備が話題になり、で第2の駐車場の整備が話題になり。 でそういう中で、その時点では第3については議論になってなかったわけですよ、それは確かに説明、案を提示して、パブリックコメントもやったと、だけども、そういうことを見たときに、ね、実際に住民の意見を、ね、聞く姿勢があるのかどうかと、でもう一つ突っ込んで聞きますけど、じゃあね、私たち市会議員が、ねで、この問題について関心を持ってね、ね説明を聞きたいと。 そして住民の意見を聞きたいとでそれが当該する学区に、ね、所属というか選出をされていないね,ね市会議員がそこに、ね、行きたいと希望した時に、ねね、町内会長さんが、まあ、ここは、ね、近隣の説明会だからと言った場合であっても行政としてはね議員の調査権をね尊重する立場で言えば積極的にね議員がね 意見を聞きたいから同席をさせていただきたいと、こういうに言うべきじゃないんですか、そこの認識はどうですか土橋担当部長えと。6月に実施しました、協業学区の地元への説明会の。 実施に当たりましては、ですねこれまで協業学区の、まあ、自治連の会長さんであったり、ですね役員の皆様に段階的に説明をしてまいりました、まあ、具体的にはまあ会長さんの方にはもう計画当初から説明をさせていただいておりましたけれども、今との4月の下旬には役員の、要は協業学の自治連の皆様に、これは役員対象ですけれども、お 役員会に出席をさせていただいて、計画の内容を説明させていただきました、でその中で、えーまあ、関係する、えー、町内の住民さんにも、説明をした方がいいだろうというご意見もいただきましたし、えー、その後、関係する町内会長に、えー、これは個別にですけれども、5月の中旬に説明をさせていただきました。そういったあの、まあ あの地元の役員さんとの、えー、しっかりとした連携を段階的に確実に進めまして、6月下旬の住民説明会というふうになったものでございます、でこの住民説明会につきましてはです、ねえー、地元の会長様のお名前と。 二条城の事務所長の名前の連名で出させていただいたということでございまして、受付も地元の方にやっていただきました、そういうことでございますので、これはあくまで地元の町内の皆さんへの説明ということで、われわれも認識しておりましたし、地元の方もそういうご意向でしたので、そういう対応をさせていただいたというところでございます。佐賀委員まあそしたら、ね、あの一歩前前にに進む前に ここで一つお願いがあるんですけど、じゃあね、議員や他の学区の市民が参加できなかった6月29日の説明会で、皆さんが出された説明と、住民の中から出た質問や意見、要望、これは資料として私たち議会に提出していただけますか。八担当部長 はいあのその会議で、あのまあ、住民の皆様から出された意見ですとか、そういったものにつきましては、あの資料として出させていただきますし、あのすいませんあの、近々報告をさせていただこうというふうに思っておりましたので、あのまあ、できれば今週中にでも、関係、暮らし環境委員会の先生方はじめ、関係の議員の皆様には報告をさせていただきます。佐賀委員 まあ当日出席はできなかったけども議員にお,およびこの暮らし環境委員については報告をし説明してもらうと、まあ、これは了としましょうじゃあね市民の皆さんに対してはどうなのかと、まあ、改めて聞きますけど段階的に説明をしで関係する影響のある地域に対して説明をしてきたということですよねでこの二条城の全体の整備についてはね 否定的なな意見はないと思うんですよだけどもネックになっているのは駐車場問題でしょ、でこれで東側、北西側、南側のねそれぞれの住民説明、近隣住民の説明をした段階でもう1回ね改めて全体トータルな説明会をやるつもりはあるのかどうなのか、医師はどうですか土橋担当部長。 はい、あのこの計画につきまして、見直した内容につきましては、もう、さ、えーまあえー、る3月の議会でも、えー、議論になりましたし、そういった中で、えー、計画を変更した計画につきましては、説明をさせていただいておりますので、これ以上のこの計画に関する説明会については、予定をしておりません。佐川委員そそしししたたたら、ね、最後にに、ね、に言いまますけど2月に、ね、京都市長選挙あありましたででょうその時に候補者であった、ね 今の角川市長、何を言ったのかと、市場通りの拡幅問題についてね、でこのプランは、ねね、素晴らしいプランであるけれども、市民、住民に対する、ね、説明不足は否めなかったと、これは反省しなくちゃならないと、こういうふうに言ったわけでしょ、ね、私、同じことがね、この二条城の周辺の整備についてもね、言えるんじゃないかと思うんですよ。 私がね、何回も言ってるように、ね、住民が、ね、納得をするような説明をすべきやと、近隣住民の説明会やって、それをまとめてね、報告書で配って、それで説明だと、やりきったと言うんであれば、市長が選挙の時に2月おっしゃった、あの趣旨の、発言の趣旨は、行政の運営にね、生かされないんじゃないかと思うんですよ。 だからとことんね、住民に寄り添って、住民の疑問や、ね、意見、要望に対して、答えていくっていう姿勢がね、必要なんではないんですか、改めて聞きますけど、ここまで言っても、もう改めて住民に対するトータルな説明会をやる必要がないと、こういうふうに言わはるんですか土橋担当部長。 はい、あの計画につきましては、もうすでに決まっているものでございますので、これにつきまして改めて計画に関する説明会をする予定はございません、ただ、今後です、ね、工事を実施していく中で、あるいはその運営の内容が固まった段階で,です、ね、その説明。 まあ周辺住民,も含め住民の方も含めて周知というのは必要だというふうには認識,認識をしておりますので、えー、その周知の方法につきましては検討していきたいと思います佐賀委員。これ、最後にしますけどあの、ねあの、市民の皆さんが思っているのはね、決まったことをこうこうやるから理解してくれじゃなくて、決まる過程の中で、ね、自分たちの意見をしっかり聞いて、そして反映させてほしいと。 といいいう思いが、ね、強いと思う思思が強んですよ。でそれがこれは京都市に限らずどこの自治体の行政運営においても、ね、言えることだと私は思うんですよね、だからそういう点を、ね、住民の皆さんは思いながらこの、ね、二条城の東側空間整備、この計画については見ているということを、ね、強く指摘して、ね、今日はは終わります。はい、土橋豚と部長。 もともとこの計画につきましてはです、ね、平成27年の3月に、えー、策定をいたしましたでその後に、えー、住民の皆さんをはじめ特に住民の皆さんですけれどもあのあのこの計画を聞いていないとか、まあ、反対であるとかというようなご意見が出てきたということがありまして我々としてもです、ね、やはりその、なんていうんでしょうかその、まあ、委員会での報告であったりとか パブリックコメントを実施して市民に周知したとかそういう手続き論ですねで地元に対しては地元の会長の皆さんに事前の周知あるいは町内会談とかもしてたんですけれどもです、ね、結局結果的にこういう、まあ、聞いてないというご意見が出てきたということで我々としてはです、ねまあ、やはりその町内会に入ってない方もいらっしゃいますし 少なくとも近隣の一番営業のある方に対してはもう少し丁寧な説明が必要であったという部分につきましてはです、ね、強く反省をしておりましてそういう中で、まあ、特に第二駐車場の問題につきましては住民説明会を2回させていただいてそこでさまざ、あ、まな意見をお伺いし計画の見直しを図ってきたところでございます。でですのであの住民の意見を聞いいてないとか そういうものではございませんので、あのその辺だけご理解はいただきたいというふうに思いますすはいいよろしいですか、えー、と伊坂委員先ほどのあどのうぞ、はい、あの正しく言うとね、住民の意見は全く聞いていないと私言ってないんですよ、パブコメもやったし、手続きに基づいて説明会もしてやってると、だけど、ね、住民の皆さんが思ってるのをね、きちんとね、 聞きながら計画を作っていくという点で、まだまだ、ね、説明不足、市長に言葉を変えれば、ね、それを伝える力が、ね、弱かったというところの教訓がまだ生かされていないんじゃないかということなので、全く聞いていないというふうに言ったら、ね、それは土橋さんの、ね、仕事を否定することになるので、そうは言いません、それを前提にした上で、私は言っているというのを認識しておいてください。以上ですはい 伊坂委員、先ほどの6月29日の住民説明会の資料については、よろしいですか、資料、もらえますか、それでは、今ほどございました6月29日の住民説明会の資料については、理事者、提出できますか、そうしましたら、委員会の資料として提出をさせていただきます提出できるとのことでございますので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか。 はい、ご意見ございませんので、委員会資料として提出を求めることに決定をいたしました。理事者の皆さんにおかりましたら、なるべく早くご提出いただきますようお願い申し上げます。この件に関連して、他の委員の方、ご意見ございませんか。ないですか。なければ、以上で文化市民局を終わります。理事者の皆さん、はい、ちょっと待ってください。はい、えー、松田担当。 すみませんあの、お時間止めまして申し訳げいます、はいはい、先ほどあの加藤議員へのちょっと説明で一点ちょっと間違っていましたので、修正だけをお願いさせていただきますあの、アクアリーナの整備費用、えー、350億円で建設費170億円で申し上げましたが、えー、総事業費350億円で、えー、整備費用180億円ということで、えー、間違いがございましたので、えー、訂正させていただきます、えー、おそれいいます、申し訳ございません。 あとございませんが皆さんの方からも、えー、なければ以上で文化市民局を終わります留守者の皆さん大変ご苦労さんでございました、えー、それではあの続きましてあの次の環境政策局につきましては、えー、休憩せずに行いたいと思いますのでご了承お願いいたします、えー、準備が整いますまでしばらくお待ちいただきたいと思います はいそれではあ委員会を再開いたします、えー、環境政策に対する一般質問を行います、えー、赤坂副委員長によりますう伏見ルネサンスプランと南部クリーンセンターについて一般質問をしていただきます赤坂副委員長、えー、それでは京、えー、都市の環境政策と伏見ルネサンスプランの位置づけということも関連して 質問したいと思いますでところで、そもそも京都市の環境政策というところで非常にご尽力いただいているところでございます。二酸化炭素の排出削減、ごみ減量を図る循環型社会形成という点では私も同意するところであります。非常に重要な社会の根底から支えている仕事だというふうに思っています。ところで今回 まあ、地方創生との関係で、えー、地方創生の課題として、まあ、政府が公共施設の統廃合の促進を進めたり、まあ、必要な公共施設の受託には、まあ、地方債の特例措置、えー、これは2014年度からやると、公共施設の集約化には2015年度予算から交付税措置が打たれるというふうに制度を確立されたというふうに聞いておりますが、この南北クリーンセンターの整備計画というのは、 まあこの計画とはどのような石づけになっているのかまずお聞かせいただきたいと思います。どなたでございますか。どなたどなたがご答弁いただけますか。はい、はい、村中適正処理施設部長どうぞ。 すいませんあのちょっと調べる時間を頂戴して改めてあのご報告に寄せていただくとよろしいでしょうか申し訳ございませんはい中坂副委員長どうぞそれで、えー、このいう整備計画にはですね、えー、今回の整備計画について南北リンセンターの整備計画については横尻体育館への余熱利用というのがもそもそもこの体育館の施設のところに書かれています、えー、また発電や送電機能による 電気利用計画というのはどういうふうになっているのかということもお聞かせいただきたいなというふうに思っています。ぜひ、えー、この間、委員会資料にですね施設に必要な電力を賄うほか、余った電気を電気事業者に売却することで、売電収入を確保して、電気事業者の発電量を減らす、温室効果ガスの削減につながるというふうな形になっているけれども、これは全く、 こ予行時代間などを含めたいろんな余熱利用などを含めたクリーンセンターの役割というものをどのように考えているのかなというふうに思うんですがいかかがなものでしょうか、はい、渡辺適正処理施設部担当部長、どうぞ 南部クリーンセンター第2工場の予熱利用についてでございます現在第1工場が稼働しておりましてその第1工場から予尾時体育館にも送電をさせていただいているところでございますがこの第2工場が竣工をしましたら第2工場から 第2工場につきましては現在第1工場で8 8 0 0ットの発電をしておりますが600トン1日に600トン焼却をいたしまして8 8 0 0ットの発電ができる能力を持っておりますが新しい第2工場につきましては それよりも少ない1日500トンの焼却能力で1万4000キロワットの発電の能力を有しておりますさらに隣接するバイオガス化施設におきまして1000キロワットの発電をいたしますので従来の倍とまではいきませんが2倍近い大きな発電能力を有しておりまして先ほど先生からご紹介いただきました電力事業者への 余剰電力の売電、それと場内での使用、あるいは予行時、体育館への送電、こういったものを積極的に行っていきたいというふうに考えております赤坂副委員長。本当にあの、この効率の良いエネルギー政策を実施するという点で、私は評価したいと思いますけれども、しかし、この 委員会資料の中にあるです、ねえー、売電収入を確保、電気事業者の発電量を減らす、えー、温室効果ガスの削減につながるというふうになっていますが、まあ、こうそういう意味では、この行政としての役割と、電気事業者の役割というのは、それぞれ別だと私は思いますので、まあ、電気事業者自体が、そのいう CO2 削減を目指して取り組むべきことだと思いますので、まあ、この点はしっかりと。 京都市も指導していただきたいというふうに思います。続いて、焼却灰養有炉の問題が大きな問題になっていますが、この焼却灰養有炉の問題として、いわゆる最終処分地上の延命策をどうするのかということが、この間も問題になってきました。まあ、先日のののの前回委委員員会の中でもも他の委員からもこの延命策は重要だと いうことは出されておりましたけれども、この実際、京都市のですねこの間、答申書が出されていますけれども、どういうふうにこの延命策を京都市としてですね考えているのか、お聞かせいただきたいというふうに思います。渡辺担当部長 はい焼却は養育施設に代わる東部産観を埋めた処分地の延命策についてでございますすで、えー、に先生ご承知のように平成26年の3月から27年にかけまして、えー、東部産観を埋めた処分地延命策検討部会でいろいろと技術的なご検討を学識の先生方交えましてご協議いただいたところでございます、まあ、その中で、えー、考えられるあらゆる技術的な対策、まあ、今年度は 廃止される焼却媒の一部をセメント原料化をするという思考的な実施に着手をしたいと考えておりますが他にも埋め立て処分地の容量そのものを増やす土木的な方策とか焼却の方式そのものを検討し直していくとかいろんな技術的な方策を全て抽出をだいてそれぞれの策を うまくう,うまく組み合わせながらその時期時期に適した方法をまあ今後まあ慎重に検討していきたいとまあこのように考えております。阿久加副院長、いやこの問題についてはね、えー、っと答申書の中に二つの提言というものがこの養護施設の建設の問題について出されているので、この点でですね、この養護施設のところにですね。 2つの提言が延命策のあり方として出されているというふうに呼んだんですが、いかがですか、これが南北クリーンセンターの建設とどういうふうに関係があるのかなということも気になりますので、ご明示いただきたいというふうに思います。渡辺担当部長申、えっと、申し訳ございませんその答申答申策答申の答中で 先生今ご指摘の2つの提言と申しますのはちょっと具体的に溶融炉,炉建設についてですかあのいろんな技術的な延命策がある中で私ども考えておりますのは焼却灰溶融施設の技術そのものがまあ否定されるものではないと。 これは今回の焼却場用油施設の建設を契約を解除しました最大の要因は請負業者の技術力不足であったというふうに我々考えております用油、えー、炉はやはりその単体としましては非常に有効な延命策であることはやはり間違いがないと考えておりまして用油炉の建設あるいはまあガス化用油炉も含めましてこういう焼却技術を 今後、新たにクリーンセンターを建て替える際には、また検討をする一つの重要な課題であるというふうに認識をしております赤坂副委員長。この中でね、その先ほど、用油路の今後の方策として、2つの方法があると。1つは、現在の焼却箔用油路施設、この撤去の後に建てること。 でもう一つは、いわゆるクリーンセンターの新たな建設に、えー、地に、えー、そこに溶油炉施設を、新たな方法、システムによっての,この溶油炉を作ろうという計画が2つ提示されてるんですね。で、この2つの提示策でいけばですよ、ま,あ、まだ今、あの裁判、係争中ですから、跡地にまた建てるというのは非常に見通しはつかないで でまた逆にです、ね、新たなクリーンセンターの,その敷地内に同時に作っていくで新たな余裕施設にするとシステムを変えるということが想定されるというふうに書いてあるので,でこれについては南部クリーンセンターがその建設の対象地域になるのかどうかということでまた他にも同じような 今後の検討課題に値するところは、予定されているというのかどうか、このことについて、お聞きしたいんです渡辺担当部長。ただ、はいまの,の先生のご説明で、まあ、非常に私、よく理解できたんですけれども、まず、新たな焼却媒用意施設を建設をするのかどうかということでございますが、当然、あのご承知のように、 なかなか新たな土地を求めるというのは非常に困難でございます我々もし仮に焼却場用油施設をまた建設するのであれば現在これまで建設を進めておりましたあの敷地に現在の用油施設を撤去撤収をした上で え建設をすることしか現時点では選択肢がないと考えておりますので、えー、適正な時期にと申してますのは現在の揚友施設が撤去撤収されて更地になった時点でまた改めて考えることだと考えておりますそれと現在の南部クリーンセンターが将来的に揚友施設あるいはガス化揚友施設 の対象になるかとといいうことでございますが第2工場につきましては、まあ、今後35年以上にわたって、えー、稼働を続けてまいりますので、えー、その後にどういう施設で建て替えるのかそもそも同じ場所で建て替えるのかそのあたりはまだまだ検討はできておりませんそれと既存の施設に養有施設を併設するこれはもう敷地が極めて境外でございますのでそれはありえないと考えておりますあのいわゆる ガス化容油施設現在の焼却方式はストーカー式という、まあ、階段で燃やしている方式でございますがこの従来の技術をガス化溶油方式にもし変えるとするならば現在動いており,おります既存のクリーンセンターをが太陽年限を迎えて建て替える時点で次どういった方式で焼却をするのかということになりますので、えー、まだまだずっと と先もう10年、20年近く先になるのではないかというふうに考えております、はい、赤坂副委員長。えーまあ、私がこういうことを聞いたのは、やっぱり今後ですね、うんえー、この最終処分地上の延命に関連して、こういう予行時の施設、南北にセンターの施設、東北部もそうだし、 北部もそのような通りになってくると思うんですけども対象にねこの文章の通りを機械的に読めますよ今あの渡辺さんがおっしゃった中身で私もちょっと一つ安心をしましたし、まあ、しかし住民の皆さんにとってはこの、えー、いわゆる伏見ルネサンスプランこの地元の協定書の中にはですね環境と安全対策ということは非常に重視して 抱えておりますので危険で爆発事故が多発しているようなものはもうその延命策としてねこの地元に持ってくるのはどうかということで心配されておりましたので今お話があったようにそういう事故ことは現在はないということでありますのでこういうことでは安心しましたで続いてこの南北林リンセンターのこの計画案で関係してですね 今申し上げましたように、地元の協定書の中で,です、ね、やはり安全なこの環境対策ということで書かれています、でこの最終の先ほど申し上げました、延命策のあり方についての答申書の中身の最終的な文書表現の中にもですね、 まあ、いろんな方法を、先ほど渡辺さんが説明いただいた方法を駆使して、この廃を少なくするということの計画をするというふうになってるんですけども、まあ、どの案を実施するとしても、市民、司会、地域の理解と協力は不可欠であるというふうに、答申書の最後はまとめておられます。でそういうい点でこの答申書を踏まえると いうことで再度、もう一度確認をしておきたいと思いますが、いかがですか渡辺担当部長、はい、ただいま、赤坂先生からご指摘いただきましたように、この答申書の最後に、どのような案を実施するのであっても、市民、司会、地域の理解、これは必ず必要だと、不可欠であると、われわれ考えてますので、今後、いろんな 事業案を進めるにあたりましては、地域の方、市議会の先生方、きっちりとご理解をいただいてから事業を進めていきたい、このように考えております赤、はい、坂副委員長。でそれでね、えーまあ、伏見ルネサンス計画というふうに言われてるんですけども、まあ、コロナ禍でも、えー、伏見ルネサンス計画の中に、えー、ね、 出された文書の中にも書かれていますけれども、まあ、ここにはですねプランの位置づけ、このそもそもの、えー、伏見ルネサンスプランのこの位置づけは、ですね、まあ、当時、これ、えーえー、前、えー、水月上,上月道局の理事やった理事長やったかな局、えー、あの水田さんが当時伏見区長をやっていて、えー、取り組んで、いろんな関係団体の皆さん、 関係部局の皆さんが夜遅くまで徹でしてです、ね、計画していただいたというふうに私は認識しておるんですけども、まあ、この中ではプランの位置づけとして、ね、書かれているこの伏見ルネサンスプランの中にはです、ねえー横えー、京都市南部地域の創造のまちづくりと呼応し横路地域の課題である都市基盤整備やクリーンセンターなどの環境関連施設との共生を進めることで 同地域だけでなく伏見区、京都市南部地域の活性化を目指すというふうに書かれているんですね。ですから、えー、この間、いろんな南北2センターの問題については、えーまあ、地域住民の問題ということで、えー、中心に横井地区を中心とされていますが実際、えー、この関係で、えー、いろんな環境整備のために京都市を結んできたのは横井地だけではないと。 農村地域もですね、えー、これは農村自治連合会も、この協定者の対象として、私はなってるんじゃないかというふうに思うんです。で農村だけではなくて、まあ、むしろまあ伏見全体、南部ですね、三線合流地帯に関わるその自,自治会とのまあ協力、協定というものがいるんではないかというふうに思うんですが、いかがですか。 先生、すいません、あの先ほどの,あの最初に地方創生のお話をいただいたんですけどまずその1点だけあのご報告をさせていただきます、あの先ほど先生からご指摘をいただきました、特例債の交付税措置でございますけれども、それは今回の第2工場の整備計画には当たっておりませんので、あの無関係というふうにご理解いただけたらというふうに思います。 えすいませんあそれで今の,あのルネッサンスプランの関係でございますけれども、当然、あの横路地域あの、立地しているのが横路地域でございますので、えー、今までからも協定を結ばせていただいたりしておりますけれども、今後、具体的な稼働が、えー、見えてきた段階で、やはりあのお地元とも別途協定を改めて結んでいく必要もあろうと思いますし、その時には、えー、当然、えー、農村地域も含めて、えー、検討させていただきたいといううに考えております。 この協定書の中にですね、えー、書かれているのは、まあ、地域住民が安心して生活を営めるように、環境保全面に万全を尽くすことはもとより、ゆこう地域全体の環境整備と環境改善に資するとともに、環境教育の場となる精神的な施設として整備するというふうに、えー、協定書の中身は書かれています。でそううい意味で えー、この南のよく角川市長が私どもの連合ね淀南の方に来られた時に言われるのは京都市の南の玄関口だとここを大事にしたいってよう言うんですよね一番南の橋ですわところが地図に消されてるんですわだからそういう意味ではあの伏見区南部地域をですね本当に安心して住み続けられるそういう良い意味での <laughs> コンパクトシティという、まあ、その地域に住んで,です、ね、そこで地域循環型で、まあ、あの生活ができる、自己完結型の地域形成を目指していただきたいということを強く思うんですが、いかがでしょうか村中部長。 あの先生、今おっしゃっていただいたとおりでございます、あの協定書にも書いておりますとおりでございます、横寺地域全体の環境整備と環境改善に資するということが、今回の第2工場の建て替え整備という目的でもございますし、当然のことながらでございますけれども、横寺のまちづくりということで、ルネサンスプランございます、ひいてはその今、先生おっしゃったように、南の玄関口ということで、幅広くですね南部地域の活性化に資する。 地域の活性化に結びつくような施設として整備をしたいというふうに考えております赤坂副委員長まあそこでね、えーまああの、伏見区南部もしっかり視野に入れて、えー、翌日地横路地域はもちろん、あの重要な敷地面の場所として、えー、位置づけながらです、ね、見ていただきたいということを改めて求めておきたいと思います。でそこで あのクリーンセンターのこの建設時の計画に対して協定書の中でそういう環境教育の場、まあ、世界の環境都市として環境教育の場としての形成が必要だというふうなことがよく言われておりますが、まあ、地域にランドマークが欲しいんだとそういうものがいるんだというふうなことで今回展望台のことも言われていましたけれども大体いいそもそもね 現在でも、第一工場のあの赤城の通トンからの煙突にはですね、大阪や多都市から来た人があの場所を見てですね、あ横路やなと、またまた住んでる人たちが、えー、この伏見に帰ってきたなという一つのランドマークとしての機能、現在でも、えー、存在しているというふうに私は思うんです。で協定書はですね 環境教育の場となる先進的な施設として整備するというふうに言うてありますが、まあ、展望台を設置することはこの協定書の中には書かれていません、まあ、平成26年の環境政策局の事業概要にもですねこの主要な建物ということで計画の中にはですねこれですけどもこのに 26年度の環境政策局事業概要、これしかまだ手に入ってないんですけど、27年度どうなったのか、ちょっとまたあれですけども、えー、この中でも、ですね、えー、世界最先端の楽しく学べる環境学習の拠点として整備するというふうにあるけれども、展望台設置はこれは記入されていませんね、いかがですか村中部長。 はい、今、先生お話ございました展望台でございますけれども、この展望台は、環境学習施設の一部ということになっております、先ほど先生ご指摘のルネサンスプランにでも、ですねこのエリアについては、環境教育のメッカとしていくと。 いうことで、まあ、その一つのシンボルとして、環境学習施設を整備したいというふうに考えているわけですけれども、その、まあえー、中の一つとして、えー、展望台を設置をして、より多くの方に来ていただく、来ていただくことで、多くの方に学んでいただいて、えー、環境保全についての行動のきっかけとしていただくというふうな目的を持った施設だというふうに考えておりま赤坂副委員長。もう先進的な環境教育の場になるということは、私、非常に大賛成です。 だけどもこの施設の一部として展望台がどういう役でを果たすのかということが私は疑問に思うんです。で展望台の設置者は何のためにするのかなということであの疑問に思っていたら、まあ、先日テレビで埼玉県の越谷市の,あの実態ですね焼却清掃工場の煙突に同じように、えー、展望台が作られました。あのの越谷市のなぜ 展望台を作ったかというのはお聞きしたことありますかはい、村中町長、どうぞ。今の越谷市の東埼玉資源環境組合の第一工場というところにある展望台でございますけれども、以前に私どもがお聞きをしておりますのは、煙突に付加価値を。 つけるということで、えー、現在で地域のランドマークとして、えー、まあ地元からもごみ処理施設に対する従来の考え方を変えたいというふうな意向もあったということで、ランドマークとして設置をしているというふうにお聞きをしております赤坂副委員長。その煙,突の煙突に付加価値をつけるっていう意味ですね、でどんなことなのかなと思っていたら、先日日曜日に朝、テレビでやってたんですわ、それ聞いてびっくりしました。 ななるほどなと思ったんです。す周りが全部田んんぼなんですねで。その周りの田んぼにいわゆるよく週刊誌も出ている田んぼアートというやつですね稲もね、えー、緑色の稲とで別の、ね、赤色の稲の方をですねつけてそしていろいろ田んぼアートというのをやってるんですってねでそういう地域おこし仕事おこしを地元の農家の皆さんをはじめとした そういう人たちが今回地域活性化のためにということで田んぼアートをせっかく作っても人々に見てもらうことはできへんだからそれを見てもらうためにはどうするか言ったら上から見なあかん上から見ようと思ったらどうしたらいいかと見たらそこに清掃工場があったということで清掃工場の高さのところにたくさん人が集まるようになって地域活性化策になってるというふうになってるわけですけども。 まこういう点でね、今、その付加価値をつけるというのは、どういう意味なのかなというふうに思うんです。まあ、理事者があのよくあのこういう問題をやる場合ですね、付加価値をつけるのに、意味づけがね、やっぱりなかったらあかんと思うんですよね。で、あ,のあそこでは周り見ても別に、田んぼはありますけども、しかし、田んぼアとトやら上から、どうしても見なあかんものは、 特にありませんで特に、えー、市民合意を売るということは本当に非常に重要なことだなというふうにそのテレビの番組の越谷市の教訓も見ていて感じたんですけども、まあ、そういう,う展望台を作る余裕があるんやったら、えー、高いゴミ袋を安くしてえなというのが私らこの間の地元の皆さんからの言われていることなんですね。 でまだほんまに作るんかとこう言うて、淀の地域の方にも言われていますし、えー、清掃工場がですね、そういう無駄な公共事業の枠内に入れられてしもてる、こういう危険性があるで、これは問題だなと思うんですよね。で、そういう意味で、本当にですね、クリーンセンターと名前が称しているならば、市民の皆さんに不必要なものを作るよりもですね、クリーンセンターの建設の評価が上がるような、 はこの問題提起をぜひしていただきたいというふうに思うんですが、いかがですか村中部長、えー。展望台でございますけれども、あの確かにその。 タンアートが見れるというふうなこと、今、具体的に決まっているわけではございませんけれども、やはり、あの、京都は京都ならではの景観もございますし、あの、まあ、あの、クリーンセンターを上から見ていただくということで、その巨大な処理施設が必要なんだということから、そのゴミの減量についての学習のきっかけづくりということにもなろうかと思います。そういう意味で、さらなるゴミ原料につながる、ゴミ処理コストの削減にもつながるというふうにも考えておりますし、ぜひとも必要な施設として整備をしたいというふうに考えております。 ぜひともそのグリーンセンターの評価が上がるような展望台にしたいというふうに考えております坂副委員長まあ本当にあの展望台そのものが付加価値というふうにおっしゃったから、そういう意味で言えば、本来の,その清掃工場の機能、まあ、環境教育の場としてのものではないと、本筋ではないというふうに私は思います。でそれでで今後のですね 協定書においては横井地域の持続的発展を図っていくために双方が協力して取り組むというふうにもなっております将来的なまちづくりで本当にですね地域の活性化のためにですね必要なのは何かとで子どもらは確かに高いところ好きですがしかしそういう高いところへ子どもを呼び寄せるようなものを作るというよりも 子どもたちが通う小学校の移転こそ必要だということを強く求めています、2014年の地元の自治連合会からの請願も出されているというふうに思うんですが、この点については認識されておりますか、はい、村中み村中ど長うぞ。 えー、あ,のあの一帯の区画整理事業が進んでいるということで、小学校の移転も計画をされているとはお聞きをしておりますけれども、えー、その制限についての詳細についてはすいません、あのちょっと存じ上げていないとこれ、地元要望としてあの、一斉地方選挙前に出されてるんですね、だから本当にねあの、地元の皆さんの願いに応えるような、この環境施設整備をしていただきたいと。 いうふうに重ねてて求めておきたいいと思いますで特に、えー、この環境都市にふさわしいのはやっぱり環境と文化子育て教育の充実したまちづくりということでこの小学校はどうしても必要だということですでこの施設いろんなルネサンスプランの中にも書いていますが高校や中学校もあると十分ね入れる場所があるということでのこの教育としての 育っていく子どもを育てていく場所としても非常に重要な地域としても評価されておりますこの点で、えー、ぜひですね、えー、高い展望台があるからということで子育て世代は僕私は集まるとは思いませんしむしろ子育て、えー、環境この先進都市としての機能ですねそこに住んでいてよかったと言えるような場所にしていただいてですね この地域のまっすぐと合わせて、えー、ぜひ、えー、十分、えー、協議をして取り組んでいっていただきたいというふうに思いますで2.5メートルの高さ66メートルの展望台の設置を計画していますがこの点でこのランドマークというのは大体富士山や通天閣京都タワーとかですね泉日も京都タワーも耐震の補修しておりましたけれどもそのランドマークといは大体半永久的なものではないかと。 今、渡辺さんがおっしゃったみたいに、この大体第二工場だけでもやっぱり三十数年建てば、もうそれで建て替えですよねで、そういうものがほんまにランドマークでいいのかどうかと、でまたあの、このランドマークを建てるのに必要な財源がですね、有料してゴミ袋の販売による年間13億円の収益からわざわざ2億5000万の支出をすると。 いいうふうふに言われています大体、えー、いいそもそも、このごみの袋に収益は何に使うかというのは書かれていますよね、この点で、えー、どのようにそのごみ袋の収益の使い方として、いかがお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います、はいえー、村中部長。 今、先生おっしゃった家庭ごみ袋の販売収益から製造経費を引いた有料化財源、いわゆる有料化財源についてでございますけれども、京都市の廃棄物原料等推進協議会から答申をいただいたり、市民の皆様とのご意見も踏まえまして、 まず1つ目がゴミ原料リサイクルの推進という目的、2つ目が町の美化の推進という目的、3つ目が地球温暖化対策の3つの分野に活用するということになっております。先ほどから申し上げてます通り、り、この展望台も環境学習施設に位置づけておりまして、これまで本当に京都市民の生活、産業生活を 支えていただ、いいいいたたた重要な役割を担っていただいたという地元の皆様の歴史についても紹介をしたいというふうに考えておりますし、そういった意味でもですね有料化財源の活用の趣旨に合致するというふうなことを考えているところでございます赤坂副委員長。まあ環境政策の一環としてということで、えー、先ほどからのお話を強調されているんですけども、このゴミ袋のね、 なんかあのところに表面に書いてますよねこの有料指定袋による収入は地域での腰回収の支援カラスネット防張用ネットの無償貸し出し塩積み天ぷら油回収事業などに活用していますねだからあのまあ高いけども知らないなということでこの指定袋のあれを皆さん使ってるわけで今おっしゃったようにこの 環境政策の一環として言い出したらもうどん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 物事は広がっていってしまうでその点で私はしっかりとですねこのゴミ袋収入というのは本来の目標に基づいた形でですね地元の皆さんが納得できるそういう財源を使っていただいて本来そういう清掃工場というのは税金で賄うものであって えー、ごみの収集についても、これは税金で賄うものだということになっているんですねで、そういうものを、この個人負担、市民負担を押し付けていくというのは、そのことによってまたさらに、そのごみ清掃工場の一部分であるところにえ付加価値をつけてですね、えー、負担を敷いていくというのは、私はいかがなものかなと。改めて高い値段と言われる ゴミ袋の値下げか、無料化を拡大してほしいという、こういう市民の声に応えるべきだというふうに思いますが、いかがですか村上幹部長。 指定袋でございますけれども、直接はあれなんですが、やはりその手数料としていただいてますので、ある程度、インセンティブを働かさないといけないということで、値下げというのは当面なかろうというふうに私としては考えているところでございます赤坂副委員長。まあぜひあの、市民の声、この市長選挙の最終盤でもやっぱり、一番市民の皆さんの声が大きかったのは、税金の無駄遣いやめさせせせんかとそれと。 やっぱりゴミ袋高いでと、東京から来た人はびっくりしてました、これ、ぜひこれは考えてほしいということを改めて求めておきたいと思います、それから最後にですね、先ほどから私はこの伏見ルネサンスとの地元のとの協議をしてきた目標を忘れないでほしいということを改めて強く求めておきたいと思います。まさに横地域を中心とした参戦 この上川淀淀南の地域も含めたまちづくり地域形成不知名南部のこのまちづくりということをですね十分考えていただいて環境先進都市としての形成を図っていただきたいということを改めて求めたいと思います。まあ、ゼネコンの金メモけに、ね、偏った公共事業を進めてんちゃうかというふうな批判が出ないように。 この市長の政治姿勢が問われていると私は思っていますえ住民の声に耳を傾けないで進めてきた結果ですね焼却場遊泳施設の建設の是非が市民的にもこの是非が問われている重要なことに発展してきていると私は思いますそういう点でやっぱり十分住民合意の上で物事を進めていくということを改めて求めて私の質問を終わりますはい この件に関連いたしまして他の委員の方ご意見ございませんかはい内容でございますのでなければ以上で環境政策局を終わります理事者の皆さん大変ご苦労さんでございました委員の皆さんはしばらくお残りいただきたいと思います次回の委員会でございますが8月の9日8月の9日火曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いいたします 以上で本日の委員会を散会といたします委員の皆さん大変ご苦労さんでございました後ほど政府委員会を行いますのでお願いいたします